勇永法5年3月8日は、江戸時代初期の旗本寄り愛石。忌み名は有献。陽名は、松亀。通称は、うねめ。官位は、十五位下、島守。父は、伊藤悠豊。母は、原氏。性質は、堺井忠行の娘。子は、伊藤悠仙。娘、石川豊ゆえ。最終的な国高は、大見国久留元軍、黄岩軍、安軍。 滋賀軍の内五千国。日向国帯氏死伊藤家分家で、ゆ豊ゆ家系の旗本伊藤家、第二代目。伊東島守日記により、伊東島守として知られ、徳川綱吉の故将、中奥五条を務める。ゆ豊の四、男として出生。母は、原氏しとされるが、父は正室に、内藤正長の娘、形室に、朝倉信正の娘、次室に、 三宅康子生の娘を迎えている。四男かつ諸子であったが、兄たちが創生したこともあり、漢文六年に父が死去すると、同年十二月十日に三歳で、父の家督と家禄の治療を三千国、及び蔵前二千病を継ぐ。遠方三年に徳川家綱に初お目見えを済ませる。また、遠方九年に刊行された、検証系土管のお寄り哀愁に、 4,500国、伊藤うねめにしのくほと掲載されている。状況元年10月開日に、父同様に故障に就任し、状況4年12月18日に、15位した、島守に除任される。元禄2年4月2日に、火禄の内地業3,000国を蔵前に改める。これにより、火禄はすべて蔵前となり、地業地の日向国南方村と松永村は天領となる。 また、同年四月二十七日に故障を免じられ、元禄五年に故障に復す。元禄六年四月二十三日に中奥故障に転じ、同年十一月十四日に中奥故障を退いて、寄り合いとなる。元禄十年七月二十六日に、小木原茂秀主導で行われた元禄地方直により、倉前五千国を、大見国久る元軍、甲賀軍、安軍、 滋賀軍のうち五千国に改められる。宝永五年死去。墓所は代々の装置である麻布のチュンタウイン。あとは優先が継いだ。ありがとうございます。